はい、皆さんこんばんは。今回はですね、コールマンの、スピードスター 2508A700J のですね、前回オーバーホールということで動画を紹介させていただいたんですけど、こちらですね、リングですね、補修部品が届きましたんで、ここだけ今回、交換したいと思います。それで、ちょっとこういろいろですね、勝手に作った部品もあるので、ちょっといろいろ考えながら作業しないといけないと思ってます。まずこれオフにしてですね、燃料出ないようにして、分解していきたいと思います。16分の7ですね。前回のですね、メンテナンスの時はこの中のオーリングとここのオーリングですね、さらにですね、ここのポンプカップを交換しました。で、今回はですね、その燃料系ではなくてですね、この中ですね、中に埋まってる部品ですねを交換したいと思います。こちらが引っかかってますので、これを外してですね、出ました。あとはここでネジが2本止まってますので外します。こちらです。このネジ2本外します。はい、でこの後ですね、この五徳を動かして真ん中のセンターボルトを緩めます。でその際にですね、その際にじゃない、ごめんなさい、今回ですね、交換する部品はここのこれですね、もうボロボロです。すごいことになってますけど、これダメですね、完全に。これはこうなっちゃってて、本当にボロボロな状態ですので、新しくした部品をですね、乗せて、これをかぶせてって、もともと通りに順番通りに組み立てればいいんですけども、今回すごく大きな問題がありましてですね、本来はこの一番下のトレーンとこの部品ですねの間がですね、ちょっと浮いてないといけないんですね。もうちょっと大丈夫か、浮いてますね。ちょっと今回ここにですね、なんか部品を入れて浮かそうと思ったんですけど、特にそんな必要がないのかな、ちょっとわかんないんで、この腐った部品を入れてですね、浮かして固定してみようかなと思います。理由はですね、先ほど申し上げました通り、このトレーとこれの間に隙間が空いて、本来空気が入んなきゃいけないのにくっつきすぎなんじゃないかなと思いまして、ちょっとこのいらないゴミ部品を間に挟みました。これ新しい部品です。あとはですね、今分解した、順番の逆にですね、組み立てていくだけですので、
まあ、ここの部品は超簡単、すごい簡単な作業かなと思います。あのこのセンターボルトさえですね、緩めば誰にでも、メンテナンスできるのかなというふうに思います。でまたですね、違う部品が手に入ったらですね、また動画でご紹介させていただきたいと思います。今回はこの部品ですね、この錆びてた部品を交換しましたということです。はい、ですね、一応組み上げたんですけども、ここの厚みが出たのと、あ、ごめんなさい、厚みじゃないな、厚みがまあ出たのと、ここの隙間ですね、このトレーとこのトレーの隙間を開けるために、ボルトの長さが足りなくなったんで、ここのセンターボルトですね、これを変えました。長いもので一応固定したということです。ポンピングしたんでですね、ちょっと着火したいと思います。炎はですね、相変わらず赤いですね。お、空気がうまく入ったことでですね、炎が赤じゃなくて青に変わりましたね。大丈夫そうですね。今回のですね、メンテはこの中に入ってた板ですね、ガスの噴射のところですね、それを交換したということになります。あとだんだんですね、全体的にもうダメになってきてますんで、徐々に部品を交換していこうかなとは思うんですけど、ちょっとお金がかかりそうなんで、この先どうなるかですね、追って、動画撮りたいなと思います。皆さんのご参考になればなと思います。